はいどうも、マナブ18号です。皆さん、オフシーズンいかがお過ごしでしょうか。まあ甲子園球場付近にね、住んでましたら、何かとイベントがありまして、この間はね、甲子園グラウンドウォーク行きまして、それはね、動画に上げましたけども、あと、マスコットファンミーティング、トラッキー、キータ、ラッキーちゃんが来まして、あとゲストにね、ドアラとつば九郎が来まして、やっぱりね、お笑いっていう部分では、ドアラとつば九郎にはね、トラッキー勝てませんでしたね。大喜利対決みたいなね、コーナーもあったんですけどもね、圧倒されてましたね。あとタイガースガールズさんのね、卒業発表、卒業する方のメンバーの、挨拶がありまして、ちょっとうるっときたんですけども、そんな感じでしたね。あとこの間行ったんが、梅カフェ、梅野龍太郎選手の、ファンミーティング、会場にはね、梅野選手のユニフォーム飾ってあったり、ミッドやレガースがね、こう触れたりね、めっちゃ楽しかったですね。梅野選手と、中谷選手と、江越選手、あと元阪神タイガースの、西田選手がね、西田さんがね、来まして、めっちゃ盛り上がりましたね。あとライブもありまして、梅野選手と中谷選手のね、登場曲を歌ってる、ビッグフミさんが歌ってくれたり、岩崎投手の、登場曲を歌ってる、川野まりなちゃんが、歌ってくれたり、西岡選手と、陽川選手ね、登場曲を歌ってる、剛さんが、歌ってくれたりね、めっちゃ盛り上がりましたよ。そして最後はね、梅野選手、中谷選手、江越選手がね、お見送りしてくれるんですよね。お客さん、来てくれたお客さん全員と、握手して、お見送りしてくれるんですけども、これはね、もう喋るチャンスや思って、よ、梅ちゃん、僕の YouTube チャンネル見てくれてる中谷選手、まだ20本打ってや、みたいな感じでね、行こうと思ったんですけども、もういざ握手となりますと、頑張ってください。応援してます、みたいな感じで、もうガチガチに緊張してしまいまして、もう全く喋れず、もうダメでしたね。そんな感じでね、僕もオフシーズン楽しんでますけども、今日はですよ、プロ野球スピリッツエース、いや、今日こそバース出しますって。前回はね、太陽ホエールズの、松原選手、日本ハムファイターズの、武田久志投手がね、当たりましたけども、今回は、絶対当てる。絶対当ててみせますよ。ただね、今日からです。見てください。2020年ハッピーニューイヤー、10連福袋ガチャとなってまして、なんと、S ランク選手が、絶対当たるっていうね、一人6回まで、することができまして、毎回ね、S ランクが一人確定、しかも 30% の確率で、OB 選手、OB 選手です。しかも、5回目は、OB 選手、S ランクの OB 選手が、必ず出るっていうね、いや、こんなやったら前回やらんかったよかったわ。エナジー置いてたらよかったわ。いつは、1回だけね、1回だけ10連ガチャ回せますんで、早速、行きたいと思います。行きますよ。お願いします。バース、かっさばって、バース、ライト、エレッド、ホームラン、かっさばって、バース、バース来い、バース来い、バースお願いしますよ、お願いしますよ、バース来いよ、ひろき、上本ひろき、もうこの嵐よ、今こそ、進んでた、ごめんなさい、ちょっと進んでましたわ。ロメロ、ごめんなさい、ちょっと進んでましたね。上本選手でテンション上がってしまいました。S はなかなか。おーっと、だからすいません、ちょっと取り乱してしまいました。マハラ選手のね、データ、9位はね、やっぱりね、いいっすよね。A ランク84、そしてストレート、やっぱりいいな、156キロで A、フォークもね、落ちます。カットボールありまして、スライダーで、特殊能力は、超剛速球、
あー、まあまあ、あ、いいんやで。いいんですよ、マハラ選手。マハラ選手、いいんですけども、そういう問題じゃない。バースが欲しいんでね、すいません。しかし、いや、今日はね、まあ、これで終わりませんよ。S ランク、OB 契約書、持ってます。頑張りました。いや、普段はね、もうイベントクリアできずに、S ランク契約書、ゲットできずに終わるんですけども、まあ、今回はね、バースのために頑張って、最後まで行きました。なんとかね、S ランク、OB 契約書、ゲットできました。これでね、これで確実に、OB 選手一人、ゲットできます。言うたら、12分の1の確率で、バースをゲットできるということで、早速行きましょう。これです。これで、OB 選手一人、確定。行きましょう。行きますよ。見えるかな？はい。よし。よし。バース頼む。バース頼みます。バース、かっ飛ばせ、バース、ライト、レフトへホームラン、かっ飛ばせ、バース、バース、かっ飛ばせ、バース、ライト、レフトへホームラン、おー、黒田選手あはははまあ、広島ファンの皆さん、すいません。黒田選手ね、ダメってわけじゃないんですよ。いや、バースがね、バースが欲しいだけなんですよ。黒田投手、コントロール制球 A、まあ、さすがですね。そして、ストレート A、155、そっか、それが出るんか。スライダー、フォーク、変化球多彩やね。特殊能力は、キレ、伸び、コントロール。はいってことで、まあ、今回もね、バース獲得ならず、はぁ、ダメでした。いや、勘違いしないでくださいね。まあ、黒田投手もね、マハラ投手も素晴らしい、嬉しいんですけども、バースが欲しかっただけなんですね。まあ、誤解しないようにお願いします。ってことで、まあ、今日がね、まあ、30日、明日でね、まあ、今年も終わりですけども、明日ね、まあ、動画ね、最後1本、出せたらね、出したいと思いますので、また見てください。ということで、まあ、今回はね、まあ、今回も、まあ、こんな形に終わりましたけども、まあ、すいませんでした。はい、ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。はい。